エリミヒ人とその隣人であるシカ二人及びシケル人のおおよその居住域ナコナのコインセゲスタの神殿エリミ人またはエリモイ人は青銅器時代からギリシア古典期にかけてシケリアに居住していたインドヨーロッパ語族の民族である歴史に現れてからはベリーチェ川沿いの都市国家を建設しており最も重要なのは行政的な中心都市であったセゲスタと宗教の 中心であったエリクスである。他の重要都市としては、エンテラ、ハルキアエ、イエタス、ナコン、ドレバノン等がある。エリミヒトがどこから来たのかは不明である。ほとんどの古代の歴史家は、エリミヒトはトロイア滅亡後にシケリアに逃れてきたと述べているが、現在ではその説に異論も出ている。当初は隣接するシカニンと文化的にも近かったと思われる。しかしその後は、 ギリシア、フェニキア、カルタゴの影響を受けており、紀元前8世紀から紀元前5世紀頃までは紛争もなく共存していた。紀元前4世紀になると言語、文化ともにギリシア化された。エリミヒトの民族起源は不明である。考古学的資料からは、東の隣人である主ニ人と差は見られず、もともとは同じ民族であったと思われる。 エリミヒトの起源に関しては、従来より二つの学説がある。一つは、シケリア外から移住してきたというもので、中東、イベリア半島、イタリア半島説がある。もう一つの説は、青銅期時代末期からシケリアに居住していた人々の子孫というものである。1990年代からこの地域の研究が進み、この二つの説はどちらも正しいことが分かってきた。 すなわちシケリアの原住民族が外部の影響、特にカルタ語とギリシアの影響を受け入れてきた。次第に社会的、政治的形態はギリシアのポリスに似たものとなり、セゲスタにはギリシア式の神殿が建設されている。エリミヒトは自身の言語を表すのにギリシア文字を使った。しかし現在まで残っているのは、非文等に記された短文がほとんどであり、 現在に至るまでエリミ語は解読されていない。ドキディデスは彼の時代のエリミ人を依然として野蛮人と記述している。現在の研究者はエリミ語はインドヨーロッパ語族に属すると考えている。しかしながらその中でどのグループに入るかに関しては議論がある。19世紀の後半からアナトリア語、トラキア語、フルギア語、古代のバルカン半島の言語、 ヒッタイト語、エトルリア語、イタリック語派等との関連が議論されている。エリュクスで発掘された、奉納されたアルカイック期のランプフェニキア人と同様に、エリメヒトは領土という概念に固執しなかったこともあり、他の地中海諸民族から野蛮人扱いはされていたものの、エミリ人としてはその初期においては、ギリシア人やフェニキア人に征服されることはなかった。少なくとも、 紀元前5世紀になるまでは、エリミヒトはギリシア人、フェニキア人及びカルタゴ人と平和裏に共存し、ギリシア人都市と同盟を結ぶこともあった。ギリシア化は進んでいたが、エリミヒトはフェニキア人及びカルタゴ人と交易を続けており、ギリシア人都市であるセリヌスとは特に密接な関係にあった。しかし、セリヌスの勢力が拡大すると、エリメ人最大の都市、 セゲスタとの間に境界紛争を抱えることとなった。セゲスタはまず、アテナイと同盟し、紀元前415年から紀元前413年にかけてアテナイは、シケリア遠征を行ったが敗北した。セゲスタは続いて、カルタゴの俗領となることを条件に救援を求め、これに応えてカルタゴは、紀元前409年に大規模な遠征軍を派遣して、 セリヌスを破壊した。しかし、第一次ポエニ戦争では、エリミヒトは、共和制ローマに味方して、カルタゴと戦った。その後シケリアは、ローマのシキリア属州となるが、エリミヒトは、無税という特権を得た。これはエリミヒトが、トロイアの子孫であるという主張が、同じくトロイアの子孫であるとする、ローマ人から認められたためと思われる。ローマの知性下でエリミヒトは、 他の民族と混じり合い、民族としての存在は消えていった。ありがとうございます。